換気13台だって13台。なんか今週入ったばっかりらしいですね、その今週なんだ。いや人気だな、さすがに。そうか、やばい。こっちは逆に選び放題というか、ある程度大選びができそう。700はまるまではバッキバキにいい感じで弾いてたんだね。でこのお店、まあ、何回か、収録で来たことがあって、まあ、上げられる台の傾向として2日間へこんでて、その次の日ちょっとビッグが先行してそれなりにプラスになってる、その次の日が上げられやすいっていうのがなんとなく僕が感じてたものなんですけども、まあ、へこんでるじゃないですか。でへこんでて、普通に考えると2日へこんだらその次出すだろうみたいな、まあなんか多いと思うんですけど、その次の日こういうふうに、まあ、そこそこ稼働がつくんだけど、まあ、ちょっとプラスビッグが先行してる、こういう台が比較的上げられやすいという傾向があるんですね。この台打とうかなと思います。あ、これ290ぐらい、ビッグとレギュラーが。まあいいや、これでいきましょう。さあそれでは夕方ジャグラー一番星始めていきたいと思います。じゃあ206ゲームから打ち始めです。そう、今回ので、まあね、この番組僕とそれからひょうくん、まこちゃん、まいちゃん、まいたけさんの4人でやってるんですけれども、今回のひょうくんでこう3周目に入るんでね、それぞれみんな2回実践してるんだけど、まあ悲しいかな、まことさんだけがマイナスなんですよね。お、いやー今日もいい流れだね。ビッグ、ナイスビッグ。僕も自身5連勝してるんですけども、さすがにね、そんなにこううまいこといくとは思ってないので、なんとなくですけどそろそろ負けそうな気がしてならないんですよね。だからこの2000円でビッグが来たのはでかい。じゃあ打っていきましょう。まあでもね、前の打ってた人は700ゲーム、780ゲーム頑張って打ってたからってことは、まあそれまでの挙動そこまで悪くなかったんだろうな。なんならブドウも良かった、ボーナスもそこそこ良かったけど、ハマったからやめたっていう可能性もあるから、そうなると一番上の設定の可能性も少し出てくるかな。まあ、そこはでもちょっと希望的観測ですけどね。こういう推測しながら打てるからこそ夕方からのジャグラーは面白いなって思うんですよ。で特に今やっぱまだ5号機のジャグラーがあるから、6号機のジャグラーはそういうことをする余地が割とある。これだけ強いお店でもやっぱ6号機ジャグラーはそれなりに立ち回りの余地があるので。8分の1ですね。お芋茶悪いからぐいぐいお金飲まれてくんだけど、おお助かります。981ゲーム、まあいい、なんとかハマりを抜け、まあ、自分で回したら250ゲームぐらい。おお、よかった。追加投資2000円、総投資4000円、単独
リンク。まだいける、まだいける。っていうか、まあ投資をね、やっぱ1万円以内に抑えること。これがね、重要ですよ。まあ初回3万5千も使った、3万5千だっけ？使っといて、使ってた僕が言うのもなんですけど。やっぱり今まで高設定だなっていう、なんだろう、感覚っていうか実感できた台、まあ、舞ちゃんとの1回目でしょ、でひょうくんとの2回目と前回の最後の台か、舞ちゃんとやった時の、あれはねやっぱチェリー同時が出るんですよ、頻繁に。こっちの想像の上を来るからね、チェリー同時の回数が。これボーナス確率的にはレギュラー欲しいけどな、でもコイン的にはビッグが欲しいな。157ゲーム単独のビッグ、これで今総ゲーム数が2000ゲームを超えたのでレギュラーが5回ですから今400分の1にまで落ちちゃいましたね。どうしようかな。あ、チェリー同時きた。あ、55だよ今、56に上がったけど、その上がったのは僕のただのミスなんで、あ、なんか55だとビッグ欲しくなっちゃうね。あ、そうか、前がビッグだから。なんか止めるのもったいないな。まあでもチェリー同時のビッグが見れたので、あと本当レギュラーだけなんだよな。これで1万円使いましたね。ちょっとまだ多分移動しないですけど、あっち側の6号機アイムの状況を見ていきたいんで、まあ、もうすぐね、まあ、時間が遅くなればうさげな台が開くこともあると思うんですよ。まあでもせっかくファンキー通すんだったらもうちょっとバキバキに確率いい台が8時とか9時になったらかもしれないから、できればそっち狙いたいですね。 OK。 おお、戻ってきて1ゲーム目、まだやめるなってことかな。おお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 、まあまあいいです、いいですよ、いいです。総投資1万1000。ずーっとこれで手を止めたくて、こうチェリーのために少し、ね、手を止めるようにしてたんです。ナイス38ゲーム。あいた、あいいね、いいな、やっぱこのランプなのよ結局これ。そうか、そうか、今のレギュラーか、そうか、まあでもこれでレギュラー確率的には戦える台になりましたよね。戦える、うん、また飲まれるで、未だビッグなし。まあこうなると意地でもこの台で勝ちたくなっちゃいますけど、
お来い、よーし、138ゲームなんとかギリギリ追加投資なしで、あぶねえよ本当。来た、いやもうビッグだよ、よしよしよし、リプレイがあったからよし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 、踏ん張ってる、おお踏ん張った、踏ん張るための立ち回りじゃないんだけど、まあいい、314ゲームレアギラーボーナス、おい追加投資2000円、102ゲーム、よし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 、俺レギュラーだともうちょっと戦いねえかなって思ったんだよ、レギュラー400分の1でしょ、329分の1なんで、まあこっちの方がまだいいでしょう、そしてビッグがすごくいいのでこの台に移動しましょう、レインボー1枚掛けで1ゲーム上がっちゃいましたけどね、単独ビッグです、いやビッグに愛されるな、でもいい、先単独レギュラー、よし何ゲーム、あ、いいよ、単独ビッグ、一応表示は6になりました、ナイスナイス、おナイス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 、バケディ、ここはバケディ70、単独ビッグ、レギュラーが332分の1、レギュラーがもうちょっと打ってくれないと、これがなんか裏のシューチェって噂があるんだけど、多分でも目押しが正しければの話なんでしょうね、12ゲームなんですよね、単独ビッグ裏チューチェの可能性もあります、すげえ出玉だけはすげえ伸びる、ウィーラー確率はどんどん下がっていく、いやマジでこの台でスタザラパンパンにしてやりてえな、おいいいね、88ゲーム、よし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 、おそっかゾロ目だ、おお、ついた、34ゲーム、あ、これダメだ、やっちゃう、まいっか、よしよし、ビッグが欲しすぎて変な打ち方しちゃったけど、さあ、これでプラスかな、なんとか、ちょっとそろそろ設定4号もきついんじゃねっていう感じになってきたかな、だと思った、だと思った、俺はまだ落させねえぞっていう
そういうの感じたもんね。あ、びっくりした。125、9、3、6。